10月6日金曜日、時刻は19時57分。おとといのニュースで大久保公園9月逮捕者35人というニュースがだいぶ流れました。まあ、あれから2日経ってますけど、どんな感じになってるでしょうかね。雪にありますね。雪にありますよ。ちょっと雪には絡んでいます。あ、カメラマン変わってるよ。カメラマンの女の人も変わってるんですよ。撮影中なんでね、後で声かけます。新しい人だと思います。可愛い子で、ああ嫉妬してる。今日可愛い格好してる。いいよ。おお、どうも。よくあれだね、交番行くね。ね、もう今度はあれたり行ったら毎度なんて言われるんじゃない。でもね、同じ景観あんまり遊んないんだよね、うん、今日なんかパリッとしてますね。どうしたの。あれだね、同じ年だけどさ、顎当たってね。もうやっぱ一番面白いよね。ありがとうございます。あのステッカーあげましょうか。ユロサンタステッカー。今日は誰も見たことないよね。あ、そうなんです。あれ、ちょっと母さん、これえ、いや、もう YouTube 以外の稼ぎの大きいですよ。はい、2枚で、はい、自転車乗ってくださいよ。今ジョブじゃないんですよ、言ったの、うん、でもあのゆきちゃんとか私服だったらさ、男的するよね。ゆきにゃんじゃないで、うん、ああ、今日怪獣の格好してますけどね。より深くてね、うん、あれでも横が持ってるセーターがいいんだからさ、うん、まあまあ、持ってますよ。男的するタイプはあんた好きだよね。俺はないですけど、はい。さあ、いつものね、結構会えますよね。さっきのお父さん、番組不安なお父さんです。あ、ラーメンフェスタの方がちょっと賑わってますね。結構、うわ、並んでるわ結構。
並んでますよ。あ、これだ。日本ご当地ラーメン総選挙10月9日まで。あ、いたいた。はい、お待ちどうさまでした。早かったですね、今日。ラーメン食べた？食べてないの？まだですね。もうバッチリ西武の選手みたいじゃないですか。源田さんあれだね、メンバーだから2枚あげよう。あ、ありがとうございます。今日雪宮に会いましたよ。あ、会ってきた？会ってきましたよ。話しかけた？話しかけましたよね、うん、こんな感じで。え？あ、あげてきたの？あ、自分で撮ったの。そうそう、1回さ撮影して。あ、サインしてもらったので2回目でこうやって。あ、あらら、いいじゃないですか。で、映ってるんですか今？雪宮さん、そう、映ってる、映ってる。あ、いいっす、いいっす、いいっす。ちゃんと見ようか、こんな感じで。ああ、はい、いいじゃないですか。今日いないですね、本当に。いないね、なんかね、少ないですよね。でもあそこ座ってたりするよ。障害ベストとネクタイ。ああ、いい。なんとなくハロウィン仕様だな、これ。ハロウィン仕様？私服？なんかハロウィンっぽいよ。普通のこれ。いないねか。外人もいっぱいいた。外人いっぱいいた。ですよね。裏行った？あ、裏行ってない。はい、すいません。どうも。立たせたらやばいんじゃないですか。じゃあそこ取りますから、ね、あ、僕100万出します。さあ、ホテル行こう。あ、いいですね。ありがとう。3人で3人でいいですね。そりゃいいや、こんな可愛い子たち2人。お、頑張ってるか？頑張ってる？あれ、冬服仕様になってるんじゃないですか。冬服仕様。いや、待って、この間壊されたんだけど。え、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。なんか面白いのないの？ T シャツ、うん、T シャツ XL ないの？ XL はあるよ、XL だけしかない。XL、 だから LL サイズ。あ、 3L だよ。 3L はない。作ってくれよ。結構金かかんない、あれ。綺麗なほらお姉さんたち。貼ってあるよ、ちゃんと。ほら、 ありがとうございます。ほら見てください、卵落ちたね。夜散歩指示で。今日なんか面白いことないですか？え、ないない。ラーメン選挙ラーメン選挙だ。テーマの時に食べた？食べたよ、昨日も食べた。何美味しいの？俺昨日福岡の豚骨ラーメン食って、うん、今日北海道の札幌の豚ラーメン食って。お姉さんたちが、お姉さん。広場の面白いんじゃない最近？え、広場？広場。あ、今日綺麗なお姉さんいっぱい通る。なんか3人で広場ってのは、うん、あー、東横じゃない、みんな勘違いしてんだって。あと東横じゃないから。ん？東横って向こうのことだから。どこ？
反対側、アイラブ歌舞伎町側の方、向こうの、あれは東横なんだよ、うんうん、でこっちの広場の方は何、実際に向こうに東横のキッズが溜まってたじゃん、うん、で区から EP が指導あって、うん、その東横にいる人間を広場に移動させなさいって言って、で広場に来たのよ。ああ、そうなの、そっからあそこは東横になっちゃったの。あ、違うんだ、そうなんだ、本来は道の方だったんだ最初はね。そうそうそう、あっちが本当東横だった。あ、あれ何見た？ないよ。うーちゃんの逮捕の時は見た、見た、見たの。なんかあの SK さんが、SK さんが、SK さんが捕まったっつって、うんうん、なんか捕まったっつって言うからバーって行ったらジロのところでうーちゃんが捕まった。で、うーちゃんが更新状態で、うーちゃん出てきたらしいじゃん。うんうん、聞いた聞いた。あ、ええ、キリコでなんか LINE が既読になったから多分出てきたと思うって聞いた。48時間拘束でだからされたんじゃないので、不起訴になったんじゃないの。異例だよ。え、異例だよ、異例、異例、うん、みんな大体だって普通に10日間でしょ。 10日だから1回目だよ、48時間で。でももう来ないような話してるみたいだよね、朝村に。忍者来たらでも本当に潰しがかかっちゃうよマジで。サムライと忍者何が最悪だよと思う。いやいや、夜散歩みたいに堂々とさしてればいいのにさ、そう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 、嘘ついてさ、ね、暗いよってことだよ。これは何？ダメだよ、知り合いだって。ああ、あのお姉さんあれかな、あれ、キリコどこにいるの。え、キリコこの辺にいないの。どこの辺にいるの。あ、キリコいるの。どこ、どこ、え、どこ。影武者のように現れるから。ユキニャン絡んだ。ユキニャン絡んだ。ユキニャンは今撮影してるんで絡めないです。あ、そうそうそう、これも騒いでるね。待って、あれもキリコはあれだもん、風のように現れるから。あれ、どこ行った。あ、これ音楽流れてるから全部ダメかもしれないな、これ。YouTuber 選手がすごいですよ。あ、すごいすごい、どうした。違うのか、うん、あ、何だ。二人はなんでラーメン食べてきた。最悪じゃんとか。はい、うーちゃんのやつ誰撮ってたの。 SD さん、ちょっとカメラなしなのに見せたね、今。うん、このシーンが全部ある。あ、そうなの。このあったシーンが全部ある。じゃあちょっとカメラ隠す。どう、あ、もらったの。すごいの味がダメですよ、アイダですよ。もうちょっと後で見れるんで、なんかもう私服の可能性も分かってるんで、もうちょい後です。 ST さんですよ、これ。あの公園のハンターってやつが撮ったらしいんですよ、ホテルアイとからしいんですよ。なんかうちはいますよ、飲みましたよ、うんうん、そうです。ホテルアイらしいんですけど、公園のハンターさんが撮ったんです。うん、あ、こんな格好してる、 すごい普通の格好してるね。うちゃんですよ。え、うちゃんですよ。あ、うちゃんの。あ、公園の。声かけられるか。あ、やっぱり、ね、やっちゃ。声かけられてください。そうか。こいつがおとりですよ、おとり。これがおとりで、うちゃんじゃないですか。で、こいつがシステムが取ってるやつですよ。ああ、なるほどね。よし、じゃあちょっと裏一周してくるよ。あ、ユーチューバーかな。
ラーメン食べた？ラーメン。あれ？日本人？え？タイラン。タイラン。あっちじゃないの？いるわし。かわいいね。カメラあるよ。人気出るから撮らせて。カメラ。うん。何歳なの？年は？ダメだ。タイの子かわいいな。東京夜散歩チャンネルの動画では、都の条例違反となる盗撮行為、2023年7月施行の撮影罪行為は一切行っていません。コメント欄での盗撮及び撮影罪という表現は控えるようにお願いいたします。